どうもこんにちは宣伝部長の小池です今日は国政政党復活条件ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで今回は立花隆さんをインタビューしたちょっと面白い記事がありましたのでそれをご紹介しつついろいろお話をしていきたいというふうに思います。はいというわけでこちらはですね民歌部さんによる記事で。 都知事選に30人候補を擁立 NHK と立花隆を直撃みたいな形ですかね。で我々は選挙を通じてお金を儲けをしますということですね。まあ、これ以外にも何かいくつか記事に上がってたんですけどもまああの、まあ、民株さんといわれる、まあ、株関係の記事をね、まあ、出してらっしゃるんですけども。 なぜか立花隆特集が始まるという形で、それはやっぱり政治っていうんですかね、選挙を通じてまあお金儲けしている県とかがちょっとやっぱり経済活動側からすると気になるのかな、ちょっとその辺はわかりませんけども、でもこれはなんか今後のねなんかすごい重要なトピックになっていくとも思っていて、要は立花さんがやろうとして、 い,るね、いわゆるこう政治団体を利用したうんとそのなんかいわゆる節税みたいな話とかそれから参政党がやってるやつとか、まあ、翼の友なんかやってる感じのことを少しお話していたような気がするんですけどいわゆるその政治団体とかねあるいは政国政政党でまあその会社をこうドッキングさせるっていうのかな、まあ、そういう手法で何て言うんだろうな こう会社としての利益を、まあ、政治活動に使いますみたいなやり方っていうのかなだから、まあ、通常はですね、まあ、どっかの会社やってますで会社が儲かります利益出ますよね。で、まあ、そ,そこから、まあ、当然寄付とかねいろいろする部分があると思うんですけど、まあ、ちょっと限界もあるし上限が限界もあるし。 それからそもそもですけど全部が控除にならないとかね、まあ、そういうので税金上ちょっと不利な面がたくさんあるんですけどだからあの応援したい人がその政党のまあ何て言うんに株主になってもらって会社作ってみたいなことやって儲けてそれをドンと渡すといけるみたいなね。でまあ賛成党なんかはそのご自身自分たちのこう主張みたいなことが乗っかってるような何て言うんだろうな 一応業,業務っていうか、うん、をやってるっぽいので、まあちょっと詳細についてまで私よく分かってないし、表で言ってることをそのままやってるかも分かんないってね、まああれなんですが、まあその辺のね、それぞれの政党の良し悪しはともかく、なんかこう、政治と経済っていうのかな、会社っていうのかな、が結びついて、まあ今後いろいろやっていく形になるんだろうなって思うんですよね。だからその背景にはやっぱり 勝つためには、まあ、世の中を動かすのは当然政治なわけなんですけどじゃあその国会議員とかね政治家になろうとするとやっぱりその自分の主張を伝える上においてお金がどうしてもかかるわけじゃないですかだからまあそれがないとまあ不利になるわけでその辺をひっくり返そうとして立花さんはさまざまなねまあ あな選挙を通じて金儲けとか含めていろいろやってるわけなんですけども、まあ、そういった手法がですねななな形でで展開されるんじじゃないかなって感じですよねあるいは、まあ、日本保守党のように我々の,、えー、っとその自分たちのねイデオドルイデオロギーというか保守的思想をお話しして応援してくれる人は是非あの党員になって会費を納めてくださいって いうやり方、まあ、正当な方正当っていうんですあの正公法か正功法のやり方があってそれはそれであれですごいお金が集まってるっていうのもあるからまあいろんなやり方でどっちにしたってお金集めないとまあ特に規制政党には勝ってないのかなって感じですよねだからあの辺のねいわゆる国政政党が有利なルールをある程度変えていかなきゃいけないと思うんですけどそのその辺はね日本保守党が多分。 あの強くくくなってていいと彼らが書いていくので,でそうなるとどっかでやっぱり政治がおかしいことしてますってなってムーブメントが起きて政治団体がドーンとでかくなってそれが一気に国政政党っていうんですかね、まあ、それがまあ起こりうるような時代になっていくわけでその中でやっぱり解決すべきお金の問題ですね。 については、まあ、いろんな意味において絡んでくるんじゃないかなというふうに私も思って感じてちょっと前段長くなりすぎましたね。と <laughs> いうことで、えー、と記事の方にちょっと入っていきたいんですけれど、えー、NHK から国民を守る党党首の立花隆が4月11日ですね都庁で会見し都知事選で30人の擁立を目指すと宣言ということですね。まあ、それを発表したのがあ んで、すけどもでその立ち話に直撃し、選挙戦略を聞いたっていう形ですかね。短期連載6回のうちの第1回みたいだそうですと。で、えー、とで我々のまず最初は都知事選の話ですね。あとでお金の話に行くんですけど、えー、とターゲット2025年の参議院選挙ですということですね。で、ここで2%を取るということですね。 を目指すという形ですかねで、まあ、今回国会議員少なくとも斎藤健一郎議員の任期が2028年まで残るから全国比例では難しくてもどこかの選挙区で2%取れば国政政党としては存続できるということになりますと。で今年衆院選があるとしてもそこは出ませんって感じですね。一応まあ6月にあるんじゃないかとも言われてるけどまあねそこでもしやらないければ。 どうななのかなまあでも少なくとも参院選の後だに行われれば多分出るんでしょうけどはいという形ですかねはいででこの立花話の話は少し説明が必要かもしれないっていうところで NHK 党は2022年の参議院選挙で、えー、と得票率が2.4%あったと。でその結果 票を、えー、一番獲得した、まあ、東谷義和氏が当選となったと。で得票の多かった候補者の2番手が山本太郎氏3番手は今大暴れの黒川氏で4番目が斎藤健一郎氏だったってことですね。で東谷氏が議員辞職をし2番目3番目の候補が議員になることを辞職したためあ辞退したために斎、まあ、藤氏が繰り上げ当選になったということですね。はい で来年の2025年の改選を迎える議員は浜田氏ということで,ですよね。で、えー、と2019年の参議院選挙で NHK 党は約100万票です、ね、を獲得し得票率は2.0%だったっていう形ですね、はい。まあでもここでよく取りましたよね。で、まあ、この結果を見て、まあ、いわゆる賛成党とかねさまざまな政党が生まれていくことになるんですけど。 で2019年当時投票一番得票した立花氏が当選したが、まあ、議員辞職したために2番目の浜田氏が繰り上げ当選になったということですよね。だから N 党のまあ面白いところとしてみたらいわゆる当選した議員が1人もいないという,ともうみんな辞職しちゃって次の人に渡してるっていうパターンですよね。はい、で立花氏が述べた国政政党とは。 えと公職選挙法などが規定する政治団体が政党と認められる条件を満たした組織のことを指すってことで具体的な条件としては国会議員が5人以上とか所属議員が1人以上かついずれかの選挙における全国を通じた得票率が2%以上のものということですよね、はい。だからこれが前回の衆議院総選挙とか前回の参議院議員選挙それから前々回の まあ参議院選挙ということになりますねだから衆議院選挙に関しては毎回リセットされるんだけども、まあ、参議院の場合は任期が6年ってなってるからで3年ごとに行われるんで全全会まで、まあ、入るということですよね。はい、で国政政党となれば政党交付金の交付対象となり NHK 党は2のね、えー、いわゆる2%を満たす国政満たす国政政党であったが 市との内封の結果3月21日東京地裁が代表者変更を称する書面を求めた訴訟を棄却したために国政政党の要件を失ってしまったただし控訴中ということですねはいでよって立花し率いる今の NHK 党が国政政党に返り咲く条件としては以下のいずれかだそうですとでえっ、ー、と1控訴した裁判で 勝利するとまあでもここについてあくまで羽を残すためっていうことなんでねまあ、可能性低いと。で2、えー、国会議員を現状の2名から5人に増やすということでまあこれはあ、新たに裁判の場合は取り戻すって話なんですけどえー、っと議員を今の2人から5人に増やす場合はまあ新たに作るってことですよね。それから来年の参議院選挙で比例の もしくは選挙区選のどちらかで得票率2%以上を獲得するということですね。はい、でただし斎藤氏の任期は2028年まで残っているので当選者が出なくても国政政党としての要件を満たすことができるということですね。だからまあ、まあ、だらこれだけの条件なので、まあ、おそらく国政政党の要件は満たすんじゃないかとも言われているんですけどね。はい という形ですねで。あとはこの界隈に詳しい人だったらこれ以外にもあるよねって思ってると思うんですけど <laughs> 要は、えー、と今ね破産中ですね、まあ、大津彩香さんが登記上代表になってるみんなで作る塔がありますけれどもそこで代表を降りてもらうっていうパターンが残っていてまあ今破産中ですけれども破産委員会がおそらく今立ち上がりつつあるのでそこで辞めるように交渉するとか。 それかそれでもやめないとしたら党総会を改めて開いてねまあそれであのまあクビにするといいますかまあそういうこともできるかもねみたいな話なんですけどねまあいずれにしてもそっちの話をしていくとまああの全くこの問題を知らない人は全くついてこれないと思うんでまあこういった説明が多分正しいんだろうなというふうに思いますとはい続いてと来年の参議院選挙で国政政党へ返り咲くというゴールから逆算していくと 参院選東京選挙区というのは東京都知事選と同じ選挙区同じ有権者になるからここですねに対して積極的に我々の政党の存在感アピールしていく必要があるということですということですねはいだからまあ東京ではやっぱり1人通したいっていうのはあるでしょうねまあまあまあということで,でそこでまああくまでだから都知事選は まあ、アピールですね、宣伝のために出すと。でそこで30人の候補者を出すということになりましたということでえー、っとそれのために今回の東京15区の衆議院補欠選挙にも候補者を出すことにしましたと。でこれは福永弁護士ですよね。だから、えー、っと東京15区の補選に出したのはこの東京、うん,あん <laughs> 東京都知事選で ののための宣伝でで今度東京都知事選は次の参院選のための宣伝みたいな形ですよね。と、はい、いうことですと。で補欠選挙っていうのは政権放送もないと選挙に至るための必要な供託金の300万もある意味どぶに捨ててるようなものだけれどもあ掲示板に貼るポスターに QR コードを記載してやると。 でこれを読み込むと東京都知事選挙に候補者30人出ますあなたのポスター貼りませんかというページに飛んでいきますということですよねはいまあ、これが本当にすごい戦略ですけどねでもこれは決してふざけてるわけではないということで多くの人に選挙政治に関心を持ってもらいたいそのために多くの人が立候補するという経験をすることは重要ということでどういうソロバンを弾いているかっていうと 都内で約1万4000か所ある選挙ポスター掲示板に1箇所あたり30枠計42万枚の枠を確保とで立候補できない方が大半とご自身の主張を貼ってアピールしていただき選挙に参加していただくという形をとると。 で立候補しない人に自分の主張を述べていただくチャンスを持ってもらおうと思ってるっていう感じですよね。だから立候補、まあ、選挙に多くの人を参加って言うけど立候補者ってね30人擁立ってなかなか多い数ですけども言うてでも30名なわけですよ。 なんですけど、まあ、ポスターでも参加しましょうっていうことになっていくと、1万4千箇所あるから、まあね、複数出す人もいるかもしれませんが、まあまあ、1万人以上がまあ参加しようと思えばできるような形になっていくっていう形で、こういった参加の仕方もね、まあ、できるということですね。はい。で、まあ、これ当初ですよね、当初1箇所1枚の寄付でポスターを貼る権利を譲るとしたって感じで、まあ、今は、えっと、より多くの人に、 貼ってもらううということで5,000円になったのかな5000円の寄付が条件でみたいな感じですけどそれも、えー、っと途中で1万に戻すっておっしゃってましたねだからそれは6月っつったかなまあまあいいや <laughs> あの <laughs> まあ事前に申し込んとけば安くなるよっていうね形でまあこの辺もビジネスっぽいですけどで30人の出馬で9,000万かかる協託金も NHK から国民を守る方が負担するというということですねはい。 でえっ、ー、と 1, 箇所、えー、1万4,000箇所で1億4,000万になり9,000万かけても釣りが来るとっていうことですね。まあ実際は今回はそこまでうまくいかなさそうな感じですけどねただ、えー、とネット選挙株式会社ですねこのポスターを発注ですねまあ、自由にどこでもいいよって言ってるけど基本的には支持者の方々は多分あの とか初めての人はネット選挙で頼んだ方が間違いないと思うと思うんでまあそこの儲けもあるのかなって感じですけどね、まあ、そこはまあ別に NHK 党と、まあ、直接的に関係性があるわけじゃないんだけどまあまああそこにまあ n h 党の支持者の方々をもう雇用してるんでね、まあ、ある種強固な組織がまあ出来上がるっていう感じで使われるんだと思うんですけど っていう感じなんでまぁ、あ、少なくとも今回はトントンでもいけばいいのかなって感じなんでしょうねでまああまりにもトリッキーな手法なんでまあ、これね1万4000箇所ってなってもまあ申し込む人がねどこまでいるんだろうかって感じですよねだからこれってあの何て言うんだろうなまぁもとの支持者の方々とかねああ楽しそうじゃんみたいな感じで行くと思うけどまあ、そうじゃなくってまあ普通に何も知らない人にこういうのでどうを出してみるって言った時に <laughs> まあお なんかこう、まあ、まずこれが伝わんのかみたいな選挙のえっと何その掲示板のところに自由に貼っていいどういうことみたいな感じでまあまずはなんか理解してもらえないまあま,まずはでもこういうことをやってることそのものが、まあ、伝わってないっていうのが一番大きいと思うんですけどただ一回都知事選でそういうのバーンってやると、うん、<laughs> なんかまあそれをさらにテレビとかが報じるわけじゃないですか。 ってなると全国の人が知ることになり今回の都知事選で知ってもらえればじゃあ次は衆議院選とか参議院選とかねさまざまな選挙でこういった手法が使えるという形ですよね。だからこういった手法をやる背景にはそもそも刑事上っていうのがいるのかみたいな話がアンチテーゼとして入っていてまあその。 ななんていうのかなそもそもいらないじゃんとかそれからまあ先日の翼の大暴れ問題にしてもあれをやっぱり冷静に分析していくとですねまあ日本は本当に治安がいいからああいうね街頭演説みたいなことが普通にできるしあとはなんかやっぱ自民党的な泥臭いこうなんていうんだろう地元の支持者みたいな人たちに対してあの訴えてきたからああいう人を集めてね、まあ、訴えてみたいな。 でその訴えた人にいろんな人に声かけてねって意味で一致団結の意味で使われてきたけど、まあ、本来はその人がどういう政策を言っているのかとかどういう考えしているのかとかまあまあそういったもので本来は投票しなきゃいけないじゃないですか。でそれがなんかこう選挙カーを,をこうバーッと回してねただただでかい声でなんとか候補よろしくお願いしますっていうねいうのはやっぱりあまりにも原始的すぎるでしょっていうところがあるんで。 とかだからやっぱおかかしいんですよねだからそういう形で名前を連呼してで刑事場にいてポスター見てこの人なんか良さそうだねで入れるっていうのはあまりにもおかしくって、まあ、多くの人が政治に興味持てばあのどういう政策でとかその人の活動で入れるみたいな形になっていくんですけどまあ、現状においてはその投票率 だけでもなんか投票率すら低いみたいな状況にあるんで、まあ、そのずーっと手前にいるわけですよね。まあ、そういった意味において、まあ、選挙にいろんな意味で参加していただこうみたいなことについても当然公共性があるし今はまあ面白いことをやって引きつけようっていうことはまあ正しいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、言うてでもこの国が本当ににに危機になってってた時にはやっぱり あの選挙に行かざるを得ないいっていうことですよねだから日本が本当の意味で危機になっていくと投票率が上がるって感じで、まあ、投票率低い間はこの国はまだ平和なのかなっていう、まあ、岸田政権もいろいろ言われてるけど、まあ、そこまでみんなね、まあ、不満は溜まってるとは思うんですけど、まあ、生活とか、まあ、安全が脅かされるとかね、まあ、そこまで行ってない人がまあ多数派なんですよね。 まあ本当はね、そういうのを、なんか、いずれそうなっちゃうかもしれないから、先を見してね、みんなが考えて動いてれば、もうちょっとこの国、ままともになるんですけどね。あの、<laughs> っていうことなんで、まあ、いずれにしても、まあ、なんか本当にあ、新たにね、まあ、投票に行く人の掘り起こしにもなるし、それから参加意識ってすごく大事で、その、まあ、実際に見てね、入れるだけと、それから、まあ、 ね、ポスターで何貼ってもいいって言われてるけど、まあ、そこで参加するあのポスターは俺が貼ったんだっていうねお金出して貼ったんだみたいなねポスター俺が作ったんだとか含めてですけど、まあ、そういうのだけでも、まあ、かなり意識としては高まあ、あるんでね当然そのもともと参加意識が高い人が中心に最初の方は参加するんでしょうけどハードルが割と下がってきた時にはまあなんか面白いからとかやっぱりちょっとこの地域で何か言いたいみたいなのもあるわけじゃないですか。 だから、まあ、結構ねその地域それぞれの、まあ、割とミニマムな課題っていうのがあってですねなんかこうこの建物をねちゃんと取っておきたいみたいなのも,も含めてだけどじゃあ維持費どうするんだとかね、まあ、そういう結構ちっちゃい話があるんですけど なんかそれそのものが実はピンチだっていうことが知られてない問題っていうのがあってある日気づいたら解体されていてまあみんな悲しむみたいなことが往々にしてあるわけですよ。だかからなんかその… その建物の解体決まりましたっていうのが発表になった瞬間に反対運動みたいな巻き起こるみたいなことあるじゃない,あるじゃないですか、まあ、そういうので知られてないっていうのも結構多かったりするんですよね、まあ、だからそれが例えば、えー、とポスター掲示場とかで、えー、とこの今この掲示場の裏のこの建物がみたいな <laughs> 地域にとって大切なこの建物が大ピンチですみたいな、まあ、そういうことも、まあ、し多分知らせられるんじゃないですかそれってでも政治的課題,課題でもありますよね だからまあそういうのとかまあ講演一つ取ってもねまあなんかうるさいからなくせえみたいなねたった一人の声で潰れるみたいなこともないわけではないのでいや今そういったねいや一人のおっさんが大騒ぎしてますと <laughs> ですけど皆さんどう思ってますかみたいなその一人の意見でこれ潰されようとしてますよいいんですかみたいなね いうことで、まあ、行政とかも決定しちゃうとそのまま行っちゃうからその手前のところでいろんな、ね、あの問題提起をしたりとかまあまあそういう使い方も含めていろいろできるんでね、まあ、そういった意味において、まあ、刑事上は私は本当にいらないと思うけど残すんだったらまあこういった使い方をするとさまざまな案が出てきて、まあ、選挙そのものはね、まあ、これ都知事選関係ないやんけみたいなツッコミを入れながらでもこれ重要だよねみたいな感じで。 あのーーっていうのかなひら広がっていくと多くの人が参加するようになるって感じですかね。まあでもこれいつも思うんですけどね立村さんこうやってこういうにやってすごいんですけどこれが知られないうちはすごい大変で一生懸命宣伝するじゃないですか。ねなんですけどまあこうそれを結局あの賛成とみたいにお,おなんかこう。 パクリまくって、あの、なんて言うんだろうな、<laughs> 上手に使う人が出てくと、まあまあ、それはそれでいいと思ってそうですけど、なんかね、いろいろ今すごくね、文句言われながらも、あの、叩かれながらも、邁進してるのにな、とはちょっと思ったりはしますけどね。はい。まあ、というわけで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。